えーどうもこんにちは水です、えー、本日のサブチャンネル1本目の動画になるんですけれども立花隆さんがですねエンタメチャンネルにあげていたスピード違反の動画を削除しましたいやーねスピード違反をした時はあれだけね警察官の尋問に対していきってたにもかかわらず立花隆さん エンタメチャンネルからですねその動画を削除、えー、しましたでまあ理由としてね挙げられるとすれば僕はやっぱりねエンンタメチャンネルの収益だと思うんです立花孝志さんはね、まあ、YouTube の収益にそんなにこだわっていないみたいなニュアンスの言い方をねしてるんだけどそうじゃないと思うんですよだって N 国党のね今の まあその収入と支出見たらどう考えたって僕赤字だと思うんですよね。だからその赤字分っていうのはどこからか補填しなきゃいけないはずだから財政費の車であること間違いないと。で、あと立花隆一人放送局の収入ってねあの立花隆さんの動画を見た人からのま受信料というま視聴料というまあそのお振込みだけだと今思うんだよね。 なんとかだからあのキャッシュねポイントを増やさなきゃいけないからっていうことでエンタメチャンネルを、えー、収益化したんじゃないのっていう、えー、お話だと思うんですよ。でねあのよくよく考えたらま立、あ、花隆さんねまあそう強気の、えー、ことを言,言いながらもちゃっかりね「立花隆エンタメチャンネル」は広告つけてるんだよ、ね。広告つけちゃってるんですよ皆さん。ね どうしちゃっただからまあ「立花孝エンタメチャンネルに」に、まあ、あれだけね、まあ、その人をこうやって誘導してる形をとってる立花孝さんはなぜ誘導するのかエンタメチャンネルの動画は広告がつくからエンタメチャンネルに上げた動画をたくさんの人に見てもらえば、ね、橘隆ちゃんん広告収入が入がるからなんだよそのために俺はやってるとしか、まあ、到底思えないよね。 でなんとかね、えー、エンタメチャンネルの方も収益を剥奪されないようにやってることがあるの。スピード違反の動画を削除するやっぱりね、まあ、警察官をネタにしたりとかああいうちょっとですね、まあ、そのスピード違反みたいな、ね、危なっかしいものっていうのはやっぱそれがチャンネルのコンテンツに残るイコール、ねまあ、収益を外されるこうリスクがあるね。 立花隆さんの場合はもうだからもう目をつけられてるはずだからやっぱエンタメチャンネルの方もああいう動画を上げていたらリスクがあるんじゃないかって判断したそういうふうにまあ考えてみてもおかしくはないというふうに <laughs> 思うんだよね。でまあ立花隆さんね、まあ、その収入と支出どう考えてもね赤字だよねって。 そのお金どこから補填してるのっていう話なんだけれども僕はやっぱりね借り入れたお金から使ってるんじゃないかなって思っていてで借り入れたお金のうち多分ちょっとなんぼかはあの消えてると思うじゃなかったらあんなにねあの合流できないしあちこちこう飛び回れないはずなんだよ。今の、N、国党って正当助成金だけじゃ どうもね、えー、お金回ってないはずなんですよね。だからどっかからだから補填してるってことは、僕はそっちっていうね、あの線で、まあすごく、えー、考えています。だからまエンタメチャンネルをまあ、なぜ始めたのかって言うと、やっぱ広告収入だよね。だからエンタメチャンネルからでもちょびっとねお金が入れば、まあ少しはさ、まあ、N 国党であったりとか立花隆一人放送局の財務。 ね、これにまあ寄与するところがあるから何とかしたいっていう線だというふうに思うんですよ。でまあ何やらね、まあ、そうう絶滅危惧種と化した、まあ、N 国党の信者の方々、まあ、ちょこちょこですね当たりがまあ強くなってきてるわけなんですけれども、まあ、昔に比べるとですね当たりは弱くなったなと。 でほんと去年の、ね、5月か6月ぐらいからですね N 国党批判っていうのをずっとね私はねやってきたんですけれどもまああの最初の方はですねすごかったですよ低評価の数が低評価の数がね2,000とか3,000とかバンバンいってたからねすっごい叩かれたけれどもね最近 N 国党をしてる人たちも全然見なくなっちゃったし。 で批判しまあ、僕をね批判してる人たちもだんだんちょっとなんかね消えていったなっていう印象なんだよね。でまあ,あのもちろんねサブチャンネルで僕のことを批判してる人いなくなってないわけではないんですよ。ね、いなくなってないわけではないんだけど、まあ、そういう人はもうもはやね絶滅危惧種と化した N 国支持 YouTuber のコメントで、まあ、ちょいちょいまあ俺の悪口を書いてるっていう感じだったりとかするんだよね。 までもやっぱなんでね、まあ、こうなったかってなんでこういう惨状になったかっても理由としてはすごい簡単だと思っていてまあその思ってたよりも立花隆が、まあ、ポンコツだったっていうのが、まあ、理由としてはあると思うんだよ。まあ、ポンコツだったたのももそうななんだけどど、まあ、あとは期待してたほどでもなかったったていううとところだと思うんだ思んよ、ね、だからそういう意味で、まあ、N 国への関心が失われてきたっていうのはそれはもう間違いない話だと思う。 で実際、まあ、エンタメチャンネルのね、えー、チャンネル登録者数も3万4,000人ぐらいで、まあ、頭打ちしちゃってるのが、まあ、今現状だから、まあ、結構立花隆さんのチャンネル死んでるアカウントが多いんじゃないかなっていうふうに思っていてで、まあ、実数な、まあ、YouTube 上での立花隆のファン N 国党の支持者は大体いい3万人から4万人ぐらいなんだなっていうのが。 数字としてて出るよねもちろんこれ世の中に出ていけばまあそのね動画とか見ない人がいるからそういう人が勘違いして N 国党に入れたりとかすると思うからそう考えたらざっとね10倍いるかいないかだから実質的な N 国党の支持者は2 3 0万人もいないかなそれぐらい10万人ぐらいかもしれないねそれぐらいかなっていうような印象を受けます。 まあこのまま衆議院選挙を迎えたらですね、まあ、もちろん惨敗な結果が出ると思うんですけど、まあ、特にその、ねまあ、NHK から国民を守る党は野党統一候補の田中健さんと同姓同名の田中健さんを立候補させるっていうそれでえね安分票を手に入れようっていう、まあ、とんでもない戦法をやっててで、まあ、野党の人たちがね、まあ、田中健42歳 っって言ってて言、えー、にも、えー、書いていたりとかするだから年齢でまあ区別をするみたいだけどね。でそういうのをやったりとかしてる中でまあ余計だから N 国党って反感買ってると思うしで有権者の人たちから「お前何やってんの?」ってなってるわけですよ。 でそれを「すげえ賢い!」って言って頭が「アハってなってるのが N 国信者なんだけど別にこれあの戦略として優れてるわけでも何でもなくただの野党に対する嫌がらせと変わらないんですよねやってることね。だからそんなわけですよでまあそういうだからまあ選挙、まあ、合法っちゃ合法なんだけど。 まあその民主主義を愚弄するんじゃねえって言われてもそれはしょうがない話だと思うしまあ今後のね東京都知事選挙でも、まあ、小池百合子と小池由里子さんとねこう同姓同名の候補者を立てようということで必死になってるしでキャバ嬢とかホストとかね擁立しようとまあ複数人擁立する方針だなのなんだの言ってるけど供託金持つんですかって話だよねそこもね。 で一応都知事選で確か供託金が300万円じゃなかったかな300万あるんですかっていうで複数人立ててどこから供託金出すんですかっていう話だと思うの、まあ、ただ、まあ、ちょっとねあのこれ立花隆さんに一つ言っておくけど、ねまあ、NHK から国民を守る党の広報戦略これ多分かなりミスってると思うし。 立花孝っていう名前があること時点でまあ、多分十分なヘイト溜まってるし多分嫌悪感持ってる人とかも多いからだから立花孝さんが、まあ、N 国党をちゃんと代表を辞任してでまあその自分でこう離党してでまあ浜田さんを据えてあげるっていうのも、まあ、N 国党を守るための一つのね戦略じゃないかなというふうに俺は思うけどね、ま、だってやらかしすぎなんだもん立花孝さん。 まあ最近ね僕何で「N 国党の動画そんなに頻度が、えー、少なくなったのかっていうと、まあ、単純にちょっと忙しくなった部分もありつつあとはまあメインチャンネルの方でもですねいろいろ動画を上げてたりとかしてで結構こうリソースが前と比べてまあ分散されていたりとかするんですよね。まあなんか仕事の方もな売り上げがまあ3割ぐらい減ったってまあ僕言ってるんですけどちょっとまあ新たなねこう事業とかもまあ展開しようとは思っていて。 でまあちょっとそっちの方のまあそのねあれも忙しくなったりとかまあし,しつつあるのでねまあちょっといい感じではい今来ておりますまあそういうのもあってちょっと頻度は落ちましたけどまあできる限りですね NHK から国民を守る党には突っ込んでいきたいなというふうにえ思ってるんですよねなんでまあ立花隆さんはもうこれから YouTube を使った炎上商法は多分厳しいと。 でやっぱグーグルから目をつけられてるから炎上商法をやったら多分速攻で広告外されると思うから、まあ、地道にね政治関係のこう動画を上げていってちゃんとまあ国政政党としてのねこう仕事を全うしていただきたいなと思うけれどもただ、立花隆さんはちょっとできないんじゃないかなっていうのがまあ僕の意見です。はい、まあ、てなわけでですね、まあ、この動画を見てくださった方グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。以上みずにゃんでした